どうも、クーニンです。本日は史上初の開催、四国アイランドリーグと BC リーグの合同トライアウトの様子をお伝えします。今回は高知ファイティングドッグスに密着。田中さん、トライアウトですけど、今日はどういう選手を獲得される予定ですか？まあ、うちはピッチャーですね。ピッチャーですか、はい、条件としてはやっぱり140キロ出る若くて有望な子。トライアウトに来る選手140キロは当たり前に出る感じではないんですか？まあ、当たり前ではないですね、はい。野手は特には取らない感じですか？野手は、まあ、ゼロじゃないですけど、まあ、どっちかというと割合ではもうピッチャーが、まあ、ちょっと来年に向けては足りないんで、はい、って感じです。詳細は見せれないですけど、それが今日の参加リストですか？そうです、はい。目星選手はいそうですか？まあ、ちょっとプロフィールだけじゃ分かんないで、じゃあもうほんと肉眼で見て判断するしかないと。スカウトマン長いの眼的に。いや、僕はあくまであの最終的に取りまとめる役なんで、まあ、見るのはもうコーチだったり、まあ、僕も意見を言いますけど、最終決定はみんなで決めて勝ちですね。1秒9を目安。タイム測ってますね。タイム測ってたの。早急タイム測ってます。そうそうそう。2秒06。1秒96。1秒93。ちなみに今遠投してますけど、ジャイアンツの沢村投手はですね、ホームから投げて時計の下に当てたそうです。1秒84。2秒08。
129。128。選手はある程度の目星がついてきましたか。ちょっと不安になってきました。なんで今のところまだ、まあ、キャッチャーは良、まあ、かったかなとはあるんですけど、うん、今年はドラフト何人取る予定ですか。はい、何人か、まあ、3人ぐらいじゃないですか。3人少ないね、うん。ファイティングドッグスの永井です。今回のトライアウト、総括ですけれども、四国で、約100名、関東で200名の、受験者が、来てくれました。まあ、今回初めてですね、BC と四国アイランドリーグ合同のトライアウトっていう形で、全部15球団が集まって、皆さんを、ドラフトするということになってます。そのドラフト会議明日、22日、ありますので、各球団、いろんな、まあ補強ポイントとか、選手を見たと違いますので、まあ、すごいどういった、形になるかすごいワクワクしてますけれども、なんとか、コーチファイティングドッグス来年、優勝できるように、いいドラフトが迎えられるように、うちは1位指名はまだ決まってません。なんとかいいドラフトになるように頑張ります。めがけ朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ気持ちと道具詰め込んだエナメル。半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく気持ちは負けたくないから駆け出す。あの土の上で輝